また途中で消えましたので、もう一度です。またどこに逃げた、そこにいた。3DS の分より見つけのも厄介だな。なあ、くそ、また見つからなくなった。どこ行った？やっと見つけた。ドホホギス。見つけるのにドホホになるわ。こいつもおかえ。気持ちよく眠れたのにね。邪魔されちゃったな。しっかりしないとな。でもやら怒らせてしまったようですね。今にも襲ってきそうです。どうすればいいの？またやりません。この時こそ妖怪のお友達を呼び出すのです。妖怪の友達を呼び出しって、いやいや、そんなのいないし。虫かごの中のセミをご覧なさい。セミがとって、うわ、セミが光ってる。ねえ、さっき捕まえたセミが変身した。セミマリと申します。普段セミの使いをした妖怪だみ。ケイタロの虫さばき、見事だったみ。惚れたみ。どうも、ケイタロの野生者の妖怪メダルを差し上げるみ。妖怪メダル？もう妖怪メダルもらえて、なかなかいいセンスをお持ちのようで。そのメダルは拙者たちが友達になった証なみ。何かあったらそのメダルを使って拙者を呼び出すなみ。すぐに飛んで駆けつけるみ。あ、わかった。ありがとう。セミマルと友達になった。ニコネもつけない。話長いな。完全に忘れられてるな。なあ、完全に忘れてた。なんか、ごめん。お主の相手は拙者がいたすみん。手加減しないみ。本気出すしかないな。来たかんバトルですよ。入りきって頑張りましょう。妖怪を勝手気ままに戦いますので、何もしなくてもバトルは進みます。バトルの大きな見どころ、それは技を選んで必殺チャージです。指示通りに操作して友達妖怪の容器を満タンにしてください。強力な必殺技で敵の妖怪をやっつけちゃいましょう。ミンミン切り。ああ、びっくりした。いきなり襲ってくるんだもん。でも、負けちゃったね。焼き鳥にでもされるのかな。いやいや、妖怪なんて食べないよ。体もすごい青いし、絶対まずいよね。じゃあ許してくれるのかな。許すも何も、いきなり起こしちゃったのこっちだしね。君優しいな。メダルあげちゃうな。ドホホギスと友達になった。待て待て、妖怪メダルをもらうとは執事としてはなかったかいです。ミス、こうして友達が増えていくと多くの妖怪メダルを持つことになります。これを使えばたくさんのメダルをすっきり収納することができますよ。妖怪大事で
さすがだみん、戦車の目に狂いはなかったみん。じゃあだけだろろ、またお会いいたそうみん。また呼んでほしいな、また会おうな。ああ、妖怪と友達になっちゃった。初めて妖怪見てるよ。妖怪の詳しい情報確認できますよ。妖怪大辞典の後ろのページはレジェンドページになっています。8枚のメダルを集めると何かが起こるかもしれません。どうです、少しは妖怪のことが分かってきましたか？分かるわけないし、妖怪いるとか普通じゃないよ。妖怪たちはあなたの暮らすこの町の至る所に潜んでいます。ゲゲゲの鬼太郎っていうか水木しげるさん。そんなところよ、の出身のところにいますからね。そんなところにまで境あなたの知らない妖怪たちがいっぱいいるのです。妖怪ウォッチを使ってたくさんの妖怪と友達になりましょう。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。まあ3作連続の実況になりますね。デジモンアドベンチャー、レイトミステリージャーニー、妖怪ウォッチ、さーてどれが一番早く終わりますでしょうかと。まだ山でついてきてるの？当然です、私は妖怪執事ケイタ君の執事ですから。執事？めでちょまちゅう、しつじですよ、しつじ。私の役目はケイタ君のお世話することですから。お世話なんて頼んでないよ。別に助けてほしいこともないし。まあまあそうおっしゃらずに、妖怪と友達になるためにも私のサポートが必要になると思いますよ。それはそうだけど、妖怪がそばにいるなんて夜寝れなくなっちゃうじゃん。さあさあお家の中に入りましょう。私の私お家楽しみです。ウィス大丈夫かな。ジバニャンとの出会い、次のセーブところが、僕だって毎日仕事で疲れてるんだ。家のことは君がやるべきだ。またやってるよ。夫婦と言うもの、親友のようでもあり敵のようでもあり、複雑なものです。そういうものなのかな。それにしてもあのイソロは置いていて構わないのですか？あ、イソロって、お二人の仲が悪いがこの部屋に住み着いている妖怪の仕業のようです。妖怪？どこに妖怪があるの？そんな時こそ妖怪ウォッチの出番です。妖怪レンズで妖怪を探してみましょう。とりあえずさっきまでちょっと進んだので、これ記録じゃなくて日記だよ。じゃあここまでにしておきたいと思います。それでは失礼します。